はい、こんにちは。今日は2021年関西医科大学の問題です。問題はこちらです。数列 AN がこのような式で与えられていて、括弧1はこの一般項を求めよ、括弧2はリミット N 無限大の AN イコール α とした時、この α を求めよ、また AM イコール2分の α となる整数 M を求めよと。で、括弧3は括弧2で求めた αM を用いて、K がこの範囲の整数についてこの等式を示せ、またシグマのこの値を求めようといった問題ですね。まずはこの一般項を求めていきましょうと。まあ、これはよくある形で、ここ2つかけたものがあるので、まあ、これで割りましょうか。つまり an プラス 1an で全部割ってあげると、ここが an 分の5になりますね。で、イコール、ここがこの2つで割るので、am プラス1分の10ですね。で、ここを2つで割るので、マイナス1というふうになりますよと。で、今、分母に an プラス1っていうのが出てきたので、これは an が0でないということですね。で、これをちゃんと確認しましょうか。つまり、例えばじゃあ an プラス1が0の時はっていうと、ここ0になって、ここも0になりますね。そうすると an も0になるよと。ということなんで、an プラス1が0であれば、an も0ですよと。ということは、1個手前が0になるよってことですね。そうするとこれも0であれば、その1個手前も0ということで、ずっと機能的に下が全部0になるよと。ですけれども、スタートは0ではないので、これが0になることはないよということですね。ということで、an は0でないということが言えて、これで割ることができて、こんな形にできますよと。あとは、じゃあこれ、an 分の1っていうのを bn とでも置けば、ここは bn プラス1分の、bn プラス1の10倍ですね。10倍の bn 足す1、マイナス1。これが 5bn という形になりますよ。で、これを10で割ってあげて、ここ消えて、ここ10分の1で、ここ2分の1になりますね。で、bn プラス1イコールにすると、2分の 1bn、で、これこっち持ってくると、プラスの10分の1。あとはこれ解いてあげれば、ここ特性方程式、α としましょうか。で、α を求めると、2分の α が10分の1ですので、α は5分の1ですね。5分の1で取ってあげれば OK と。つまり、bn プラス1マイナス5分の1イコール2分の1の bn マイナス5分の1と。で、等比数列の形になったので、bn マイナス5分の1っていうのは2分の1の n マイナス1乗の小項、つまり b1 マイナス5分の1ですね。で、 b1 はっていうと a1 分の1ですから、これの逆数ですので13ですよと。ここが13、つまりこうなるよと。13マイナス5分の1ですので、5分の65引く1で64ですね。ここは5分の64になりますよと。かける5分の64。これこっち持ってくればプラスの5分の1ということで、bn が出ましたよと。じゃあ bn はこれ an 分の1ですから、これの逆数を取ってあげれば an が求まるよと。で、逆数取りたいので、これ通分しましょうか。これ 5×2 の n-1 乗分の64ですね。足す、こっち側は通分すると2の n-1 乗というふうになりますよと。で、これが an 分の1ですから、これの逆数取ってあげれば an っていうのは64足す2の n-1 乗分の 5×2 の n-1 乗という形で、まずは括弧1一般項を求めることができました。で、続いて括弧2ですけれども、これで n 無限大飛ばしたらどうなるかっていうのを見てあげれば、このまま n 無限大飛ばすと不定形になっちゃうので、これ2の n-1 乗で分母分子割りましょうか。そうすると、これっていうのは分子が5になって、ここ1になって、まあ1足す2の n-1 乗分の64になりますね。で、これで n 無限大飛ばせば、ここ0になって5になりますね。ということで、これで n を無限大すると5ですから、これが α ですよと。ということで、まず α の値が求まりましたと。じゃあ、あとは、この am イコール2分の5ですね。となる整数 m を求めたいよと。じゃあ、am イコールですので、この式使いましょうか。この式の、ここ n を m に変えてあげれば、am っていうのは、1足す2の m-1 乗分の64分の5ですね。で、これが2分の α ですから2分の5となるようにしたいよ。つまり、ここが1になればいいってことですね。ここが1になれば2分の5になるので、となるような整数 m はっていうと、64っていうのは2の6乗ですので、m を7で取ってあげれば、これちょうど約分されて1になりますよ。ということで、m の値が求まりましたよと。これで括弧2はおしまいですね。α が5で m は7ですよと。で、括弧3では、この α と m を用いて、これをまず示したい。
これ何言ってるかっていうと、要するに、今、この K っていうのは1から M、M は今7ですので、1以上7より下の範囲の K について、これを示したいよ。つまり、今 M は7ですから、7マイナス K、足す A、7足す K ですね。イコールアルファ。アルファというのは5ですので、5。これを示したいよと。この範囲の K 全てについて。つまり、K をじゃあ1で、まず取ってみましょうか。K を1とすると、K が1の時には A6 足す A8 ですね。これが5になるよ、ということを言ってるわけです。K が2の時には A5 足す A9 ですね。が5になるよと。常にこれ5ですよと。じゃあまずちょっと見てみましょうか。A6 はっていうと、6入れてみましょうか。6入れると、ここに6入れると、2の5乗分の2の6乗で2になりますね。1足す2分の5は1足す2分の5ですよと。足す A8 はっていうと、ここ2の7乗分の2の6乗ですので、2分の1になるので、1足す2分の1分の5ですから、これ計算してみると、こっち3分の5で、こっちが2分の3分の5ですから、3分の10ですね。ですので、3分の15で、ちゃんと5になっているよ、というふうに、この K、1から、まあ、要するに6までですね、取ってあげたときに、すべてこれを足したときに5になるよということを示したいよということですね。じゃあ、これは、まあ、1個ずつ全部示してもいいですけども、まあ、時間かかるので、まあ、K でやっていきましょうか。これを示したいよと。じゃあ、今、今度これを使いましょうか。AN っていうのはこの式ですから、これに N に 7-K を入れると、64足す、ここ7-K ですので、6-K ですね。2の6-K 乗分の5かける、ここにも入れると、2の6-K 乗。足す、こっち側は、64足す、7足す K 入れるので、6足す K になりますね。分の5かける2の6足す K 乗。これが5になるよう示したいと。で、これ、通分したいので、ここで、ここに2の形状っていうのをかけてあげましょうと。分母分子に2の形状をかけてあげると、そこ2の6乗になりますね。で、さらにここ64っていうのが2の6乗ですよね。ここが2の6乗ですので、2の形状をかけたときに、ここは要するに、マイナス K が消えますよね。で、ここはプラス K になりますね。2の形状を両方にこうかけるとこうなるよと。で、こっちにも2の形状をかけるとこのマイナス K が消えますよということでこうなりますね。これで通分できるなと。まあ、これ要するに64っていうのが2の6乗ですので、それをうまいこと使えるわけです。まあ、ここの64っていうのも2の6乗ですから、こうできますね。そうするとこれ通分ができて、つまり2の6乗足す2の6足す K 乗分のこれ足すこれ。これ5でくくると、合格項2の6乗足す2の6足す K 乗ですよね。で、これでちょうど、ここがバッサリ消えて、5になるよということで、この範囲のすべての K、整数 K において、これが言えますよということで、まずはこの上の式示すことができました。じゃあ、あとはこれを使って、これを計算しましょうと。つまり、今 M っていうのは7ですから、13分の1ですね。13分の1の M を7とすると1から13まで。I が1から13までの AI。これを求めたいよと。つまり13分の1の、A1 足す A2 足す A3、A4、A5、A6、A7、A8 とかってなっていくわけですね。で、さっき見たように A6 と A8 をペアにすればいいと。A9、A10、11、12、13と。で、A7 だけは別個にしといて、これらを全部足したものですね。ですから、7からマイナス1したものとプラス1したものを足したら5になるわけですので、つまり A6 と A8 足したらここは5ですよと。で、ここも5ですね。ここも5。5、5、5になるわけですから、1、2、3、4、5、6。つまり、13分の1の 5×6。あとは A7 があるので、A7 だけ別個にしといて、プラスの A7。A7 はっていうと、7入れると、5ですよね。2の7、ここ1になるので、2分の5ですね。ですので、こうなるよと。ですので、まあ5を出して、
こうなって2分の13ですので2分の5ということで、最後のこの答えもこんな形で求めることができました。以上です。ありがとうございました。